RU1 ベゼル、今回ねベルトですね交換していきます。でアンダーカバーはねオイル交換の時にねつけてないのでね外してます。だから外し方はねオイル交換で見て、つけ方はねこの動画の最初にします。でベルトがねちょうど8万キロぐらいでねひび割れいきました。で動画がね撮れないのでね紙にね書いていきます。見えるかな、クランクプーリーがあってね、クーラーコンプレッサーで、ウォーターポンプで、オルタネーターで、こんな感じかな。テンショナーのねこの緩めるねレンチが入るね17のとこあります。飛び出してるのでね分かります。でベルトがねこういう感じ でここでねテンションがかかってね張ってる状態ですね。あとはこういう感じです。こいつね入れるのも邪魔くさい、まあ外すのはね簡単です。これをねこっち向きにね回すと緩むっていうね、穴がねどこやったかな、ここやったかな、穴があります。でこいつをずらす、回転さすとちゃいますね。でねテンショナーのところにね穴があります。だからここはなしですね。まあ、ここについてることないですので回ったらねベルト切れます。でこの土台ですね、こいつをこう回転すると、まあ、この本体、動かない本体のねここにもね穴があります。でこいつをねグーッといくとこの穴と穴がねくっつくとこがあります。でそこにね6ミリかね7ミリぐらいのね、まあ本来はね SST がねあると思うんですがね、僕はねあのボルト入れます。でここからレンチをかけるとこいつがね上からね手が入らないのでね、まあ細い人はねいけるかと思うんですが、僕は太いのでね入らないのでね、こっちからレンチかけます。でここでボルト入れます。ちょっとね取れないと思うんでね、まあ入れたところのこのね下からね多分見えるかなと、ちょっと見えへんかったらねあれなんですが、見えたら撮る、見えへんかったら撮らないっていうね。よっしゃ、まあ、鏡か下からかねやります。ちょっと前から行く人はねこの短い直のレンチがいいですね。で遠ミリのボルトですね、もうちょっとね一回り太いやつがね、この中間がないですね。中間があればね中間、丸いやつがあれば丸いやつで行ってください。ここにあるかな、こいつですね。これね17 でこれはね左回しなのでね下の方にしてグッとね引き上げます。この辺かな、ちょっとねこの辺にねなんかねイボみたいなの出てます。そこにね反対側もあるのでね合わせたところで入れます。今ボルトがね入った状態でこれです。そうするとねベルトがね外れます。まずね外すときはねテンショナーを外して、でオルタネーター、あとはね前にバリバリとやればね抜けます。で入れるのはね下からのが楽かな、上からのが楽かな、下からですね、下からいきます。で言うのを忘れてましたね、まずねベルトのサイズと長さとねこの溝の数ですね合ってるかと、まあ、ひん曲がね今のやつ消えるんでね、もう合わせて伸ばしてね見てください。ひび割れです。8万キロですね。
このベルトはね持ち悪いです。じゃあ入れていきます。あ、先にねあのボルトの位置ですね、見えるかな。確かね見えたと思います。あんまりね奥にね突き刺さないようにしてください。じゃあねベルトを入れていくんですがね、これねめちゃくちゃ大変です。ちょっと絵で説明します。でまずねぐるっとね通します。ここをね通さない状態で、上からねこいつとこいつを外しながらねここ入れます。でテンショナー引っ掛けてオルタネーター、そんな感じがやったと思いますね。まあ一回ねこれでね、今言うたらちょっとねテンショナーとオルタネーター逆かも分からんですけどね、確かにね最初オルタネーターやったと思います。一回ねちょっとやってみます。こんな感じでねゆったりねぐるっとね外周、まあ、確実にねこのベルトがねずれないようにしてください。こんな感じですね。このオルタを外しながらねテンショナーのね部分が外れないようにしてね、ちょっとウォーターポンプを入れかけます。できついので入らないのでね、でテンショナーをねちょっと外れるか外れへんかぐらいに、ね、してね、まずウォーターポンプ入れます。ちょっと引っ張りながらねオルタをちょっと外してね、ウォーターポンプをね、ああ外れました。で今ねオルタネーター以外ねかかりました。でここがかかってない状態でねこういう感じでかかりました。あとはねオルタネーターにかけるだけです。あ、そうですね、この時にちょっとテンショナーのね部分をちょっと外に出しながら入れないとねちょっときつかったと思います。ちょっとねウォーターポンプのね裏側ね引っ掛けてます。一旦ねちょっと入れます。今度はねちょっとウォーターポンプの方をねちょっと外に出してね、これで入るんかな。テンショナーをちょっとね、やっぱり皿はねちょっときついですね。ベルトがちょっと短いのでね、テンショナーのねベルトを持ちながらねちょっとオルタ先入れます。まあこんな感じですね。オルタを入れてウォーターポンプもね入って、最後テンショナーですね。そんな感じですね。もうねテンショナー入れてオルタネーターかなと思ってたんですがね、オルタをかけてテンショナーで、であとはねベルトがちゃんと入ってるかどうかね確認してね、で工具をかけてあのボルトをね抜いてテンションかけて終了です。ここをかけてここを外すですね、ここを外し、ここがね外れるのでね、ちょっとここが外れないようにこっちから手で持ってで引っ張ってですね最後に入れると、そんな感じです。であとはねボルト外して OK です。でベルトがねちゃんと入ってるかね、一コマでもねずれとったらね外れたりします。で今の車はねあの調整セルの調整できないのでね、きっちり確認してからねエンジンかけてください。もう急とかね言うたらねすぐ消してください。でここですね、たまにねずれたままね走り当たります。手で触ってね確認しておいてください。よっしゃ。でカバーの注意点ね、こいつねずれるのでね、ずれてる場合はねカチッとね全部ね中入れといてください。
そうせなね、またね外さなダメならね。で後ろ側のね引っ掛けてくれるところがないのでね、この前の部分ね差し込みます。ここにね差し込みます。あとはね調整しながらねネジ位置がね合うところでね止めてください。とりあえずねピンですね、よいしょ、1個ねつけておきます。あとはねビスがね6箇所でクリップが残り3箇所止めていきます。でビスをね仮止めしてからねピンをね入れて、新品はねちょっとねガチャガチャっと押せないです。よいしょ、押したらいけました。よいしょ、これで OK です。だからホンダがね割れたままねつけてるっていうのもねちょっとね雑で珍しいです。よいしょ、あとはね6本待ち締めして終了です。今回ねベゼル、ベルト、前回もねなんかちょっとね後手って、まあ、覚えてたつもりですがね勘違いしてました。ちょっと時間がねかかってしまいました。他にもねいろいろ動画出してますので見てください。チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。